優雅ブランドディレクターののりきです。今回は今日パクられて明日パクる世界というテーマでお話をしていきたいと思います。で、どういうことかというと、アパレル業界、特にレディースアパレルです。トレンドがものすごく早いわけですよ。季節、年、どんどん移り変わってくるわけです。で、その中でいろいろな商品が、ハイブランドから、プチプラと言われるようなものまでどんどん展開しますよね。で、今のこの、時代で、要はどんなにハイブランドだろうが、どんなに名前があろうが、要はそこのもの買ってきてバラしてパターン抜いて同じようなものを作れてしまうんですよ、技術的に。なので、ものにフォーカスをして商売をしている方々っていうのは基本的に今後ものすごく難しくなってくると思います。どういう現象が起きるかっていうと、要はあそこで買う必要ないよね、こっちで買う必要ないよね、同じものだから、だったら一番安いものを買おうよってなっちゃうんですよ。つまり価格競争に巻き込まれるってことです。で、これを防ぐために何を一体しなければならないのかっていうのが本題です。で、それは人にフォーカスをして商売するってところですよね。人ってあなたしかいないわけですよ。私しかいないわけです。優雅で言ったら私と妻のデザイナーの花江しかいないわけです。で、その人、要はこの人から商品を購入したい、この人は信頼できるからこの人の言うことを聞いて検討したいとかって言って、人にフォーカスをして商売をしていかないと、もういくらでも商品はパクれますし、デザインやらディテールやら何やらかんやらパクれるわけですよね。ってなってしまうと、本当に知らない間に価格競争に巻き込まれて、そこで買う意味を失ってしまうわけです。なので、これ結構物にフォーカスをしてしまう、物だけにフォーカスをしてしまうっていうのって意外に、多いです。特に、年配の方の経営者さんと話をしていると、やっぱりどうしても物にフォーカスをしてしまうっていうような話っていうのは出てくるわけですよ。ただやっぱり今の時代っていうのは、こうやって YouTube でも、Instagram もそうですし、波的には TikTok がものすごい今来てますけど、要はそうやって SNS で発信できるわけじゃないですか。 SNS で誰がこのブランドをどういうふうにやっているのかっていうのを事細かく発信できるわけですよ。なので、そこで、しっかりとそこの商品の価値っていうのを伝えたりだとか、要はもうそのやっている人間に価値があるわけですから、要はそこをしっかりと押さえた上で、物事を進めていった方が、私はいいと思います。インスタだとか、EC の運営代行のお客様にもこれ毎回言うんですけども、例えば自分は露出したくないですよ、でもやってるのは自分なんですっていう方々もいるんですけども、できる限りそのやっている方が露出をして、しっかりその物事を伝えて、そしてお客様とその方で信頼関係を作って、そしてその結果として商品が動くっていう流れを作っていきましょうというような説明はします。なので、これはすごく重要なことなんですよね。特に SNS だとかそういうものを使うってなると、例えば大企業でとても資本があって、明日パクられようが今日パクられようが何だろうがかんだろうが関係ないよ、とりあえずものすごい大きいボス、ものすごい大きいパイのところを確保して、私たちはものすごい訴求をします、ものすごく数を出しますっていうようなところだったら、今の話っていうのは関係ないんです。ただ私たちみたいな小規模ブランドがやるときは、必ずこの人っていうところにフォーカスをして商売をやっていった方が良いので、このような情報を発信しました。また動画は更新していきますので、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。